医療センターアンバサダー任命式でございます。開式させていただきます。よろしくお願いいたします。まず最初にインターネット医療センター所長の渋谷先生の方からます。2023年の2月27日なんですけれども、本学でリカレントセンターが立ち上がって2年、ちょうど丸2年になります。で、やはり、本学においてリカレント教育というのは今後さらに発展させるべき、そういうふうな位置づけにある授業であるというふうに考えておりまして、この度、江南大学、リカレント教育センターアンバサダーという制度を設立することになりました。つきましてはいろいろと選考するにあたり、アンバサダーに三宅隆弘さんになっていただきたいというふうに考えた次第なんですけれども、そこに至る経緯としましては、やはりアンバサダーという制度ですので、江南学園のリカレント教育について非常に理解のある方でにしていただきたいということ、また三宅さんのこれまでの1年間のリカレント教育センターにおいていろいろとこう勉強されている姿であるとか、日常生活においてリカレント教育センターについて非常にこう、YouTube なんかを通して発信していただいたり、いろんな形で本学についてのリカレント教育にご理解いただいているということが我々としてはよく分かったなというところがございまして、さらに言うならば確か1月だったかと思うんですけれども、文科政務官が来られた時に、三宅さんにいろいろとリカレント教育について少しご説明いただいたというふうに伺っておりまして、非常にこう生き生きとされている姿に感銘されたというようなことを聞いております。でさらにこれはもうリカレント教育センターの直接関係することではもしかしたらないのかもしれないんですけれども、過去はプロジェクト、本学において非常に重要なプロジェクトであるんですけれども、このプロジェクトに始まる前から企画段階から非常に関わっていただいているというふうに伺っております。このような経緯を考えたときにアンバサダーにぜひ初めての試みですので三宅さんのような方になっていただいて、で本学のこのリカレント教育をさらに普及させる形にご協力いただけたらと思いまして、本日任命させていただきたいというところでご推薦したところでございます。どうぞよろしくお願いいたします。身に余るお言葉いただきました。はい、清水先生ありがとうございました。じゃ続きまして、任命状授与ということで、社会連携、石川社会連携校長の原授与をさせていただきます。お願いいたします。江南大学リカレント教育センターアンバサダー任命状、三宅隆弘との、記念を、本学リカレント教育プログラムの推進に促進のためのリカレント教育センターアンバサダー100年時代の学びプログラムに任命いたします。期間は令和5年3月27日から令和6年3月31日までとします。令和5年3月27日江南大学社会歴史校長石川典子、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。写真をまた一言お願いいたします。はい、皆さんすごい身に余る光栄でございます。なんでお礼なんやというようなところがあるんですけど、どこまで学校側が思ってられる活動ができるかどうか非常に不安な面もあるんですけど、その辺は良き指導をいただきたいというふうに思います。1年間という任期なんですけど、精一杯頑張ります。はい、ありがとうございました。写真ですね。はい、ということで、じゃあよろしくお願いします。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。今日一日が皆様にとって良い日でありますように。